待って待って待って、いくよ。はい、キュー。こんにちは、学生シライクスのみーです。コノハです。本日は開幕戦に向けての動画ということで、選手の皆さんに今年の抱負か開幕戦の抱負どちらか書いてくださいっていう風に聞いてきました。そして私の抱負は学生デーの開催と TikTok フォロワー1000人を目標として頑張ります。今の TikTok が621人フォロワーさんでいらっしゃるんですけど、それを今年は1000人フォローお願いします。コノハの目標はもうバイトがラスト1年なので、たくさんの人に堺シライクスを知ってもらうように頑張りたいと思います。それでは選手の皆さんの抱負を今からお見せしていきたいと思います。それではどうぞ。すぐに働きたいならデイワークス。隙間時間で働きたい、簡単に応募したい、報酬はすぐに欲しい、そのすべてが叶うアプリサービスデイワークスを今すぐダウンロード。一日を価値ある日に。なんやろ、全然登板するときって考えたら開幕投手になりますとかでも全然大丈夫です。いや、そりゃよいよ。どうしようかな。はい、あ、もう撮ってたんですか。書きます。はい、開幕戦の目標は、0点に抑えることです。点を取られないように頑張って投げます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、月が綺麗。勝利投手、いや、勝利投手は俺がもらおう。ここ俺勝利投手か。ロータス、ロータス。このレンっていう字、このハスっていうものわかります？はい、ハスって英語で言うとロータスなんですけど。へえ。なんかそれをインスタの名前にしてたらいじられました。こんにちは、開幕戦の目標はまずは開幕投手を目指して今やってるので、まずはそこを務めれるように頑張ります。あとはチームとしては1戦目勝ってシーズンいいスタートが切れるように勝ちを目指してやっていきたいと思います。頑張ります。今シーズンは、無敗でいきます。お願いします。ありがとうございます。健康第一にしようかな。でもそれが一枚。安全第一。安全第一。でもお前いいでしょ、お前いいでしょ、お前いいでしょ。安全第一や。あみさん、こんにちは。今年の宮本行き目標は健康第一です。あ、背番号言い忘れてない、だから背番号言うんですよ、だからごめんなさい。はい、宮本ゆうきです。背番号は14番です。ポジションはピッチャーです。今年の目標は健康第一です。怪我もせず体調も崩さず1年間フルで頑張ります。よろしくお願いします。背番号1番、脇屋の龍樹です。球場に来たら僕のフルスイングを見てください。パワフルなバッティングでチームを勝利に導きます。応援よろしくお願いします。めっちゃ綺麗ですよ、字。めちゃめちゃ綺麗。達筆っすよね。はい。なんか習ってたんですか？いや、習ってないです。めちゃくちゃ綺麗。背番号18番の矢野海人です。今年の目標は相手を圧倒することです。全部のタイトル取って優勝します。お願いします。開幕の目標はな？はい。オッケー。一応、今シーズンでも。全打席ホームランでいこう。ああ、全然そんなの。かっけえ。全打席ホームラン無理やから。で、勝利綺麗ないですか？めっちゃ綺麗です。絶対くせ、絶対くせ。綺麗です。なあ、この開幕戦の目標はヒーローラブです。なんかアホやな、書き方アホやな。もうずれてんもん。ここやろ、もうちょい。なあ、はいって思う。もうアホやな、俺。
今年の目標は気がなく試合では全力投球でやりに行くことです。今年の目標は、体重を増やすことです。はい、以上です。ありがとうございます。今年の抱負は自分史上最高です。そのまんま自己ベストを出せるように全てにおいて頑張ります。健康に行きます。宇佐美慎太です。野菜食べて牛乳飲んで毎日早寝て、で毎日早寝て早くに起きて一日には、まあ、朝起きて空に向かって今日も神様ありがとうございますって健康に生きさせていただいてありがとうございます、まあ、毎日感謝して生きることが大事かなと思います。ありがとうございます、はい、あれ、掘ったあれ掘ってこれじゃん。あ、でも触ってます。ホームランって伸ばしますか。伸ばします。ホームラン。今年の目標はホームラン王です。ホームランをいっぱい打ちます。応援よろしくお願いします。こんにちは。試合にたくさん出て、今まで野球人生で本当にずっと試合出るか少なかったんで、本当たくさん打ってたくさん守ってキャリアハイを目指していきたいと思います。今年もよろしくお願いします。今年の目標は打率4割超えと自分のあだ名が頭なんでチームの頭になればストップになります。ぜひ応援来てください。お願いします。ありがとうございます。お前買いたかったの絶対しろ。今年の目標は何事にも全力疾走で挑みたいと思います。お願いします。ありがとうございます。背番号8番山口です。今年の目標は野球を頑張ることですが、人生の目標は幸せな家庭です。頑張ります。へえ。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。めっちゃ汚いですよ。めちゃ綺麗です。今年の目標は健やかでいきます。今年の抱負はホームラン5本と155キロ投げる。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。 OK です。今シーズンの目標は首位打者取ることです。あと首位打者、チームが優勝することが一番なんですけど、首位打者取ることです。大丈夫です。今シーズンの目標はホームラン王です。安打製造機です。コーチです。ポジションはどこですか。かわいい OK です。今季の目標はベストナインです。取れるように一球一球必死に集中して頑張ります。よろしくお願いします。0点に抑えることです。まずは開幕投手頑張ります。無敗でいきます。健康第一です。フルスイングを見てください。相手を圧倒することです。ヒーローラブです。試合では全力投球でやりに行くことです。体重を増やすことです。自分史上最高です。健康に行きます。ホームラン王です。キャリアハイを目指していきたいと思います。打率4割超えとチームの勝ち合いならストップになります。でも全力疾走で挑みたいと思います。幸せな家庭です。健やかでいきます。ホームラン5本と155キロ投げる。首位打者取ることです。ホームラン王です。安打製造機です。ベストナインです。